去年7月、世界農業遺産に認定された魚と人の営みが一体となった滋賀の農・漁業・琵琶湖システムその認定証が今月、イタリア・ローマで授与されます世界農業遺産は、世界的に重要な農林水産業システムを FAO ・国連農業食糧機関が認定する取り組みです 去年7月にこの世界農業遺産に認定された美輪湖システムは、魚が田んぼで産卵する魚のゆりかご水田など、魚と人の営みが一体となった特徴的な循環型システムのことです。県によりますと、授与式は今月22日に FAO の本部があるイタリア・ローマで行われ、県からは大杉副知事が、 また生産者を代表して、魚のゆりかご水田協議会のメンバーらが出席するということです。認定を受けた世界のさまざまな地域の取り組み状況を参考にいたしまして、琵琶湖地域の世界農業遺産のさらなる活用、ブランド化、えー、魅力発信につなげていきたいと考えております。なお、今年2月現在、 国内では琵琶湖システムを含む13地域が世界農業遺産に認定されています現在春の全国交通安全運動が実施中ですが大見八幡市では今日ジュニアポリスに扮した地元の園児たちが横断歩道での交通安全を買い物客らに呼びかけました 地域の大型商業施設で行われたこの啓発活動には、警察官や交通安全協会メンバーとともに地元の保育園に通う5歳児15人がジュニアポリス姿で参加しました。園児たちが大きな声で横断歩道での歩行者優先などを呼びかけると、買い物客らは笑顔で立ち止まり、はい、気をつけますと優しく言葉を返すなどしながら、 差しし出されたた啓発品を受け取っていました近江八幡警察署によりますと、今年に入ってきのう現在、管内での歩行者死亡事故は起きていないということですが、重大事故を今後も起こさないように、ドライバーには重ねて注意してほしいとしています。 やはりです、ね、横断歩道があるかもしれないということで、まずは横断歩道の発見に努めてもらう、横断歩道があれば、歩行者がいるかもしれないということを認識していただいて、横断歩道に歩行者がおられれば、止まってもらうということをお願いしたいと思います。春の全国交通安全運動は、今月20日まで実施されています。 若い世代の力を借りて飛行少年の立ち直りを支援しようと県警が大学生ボランティアを少年歩道員として移植しました移植式は先週金曜日、県警本部で行われ出席した大学生ボランティアらに少年歩道員証が交付されました県警の大学生ボランティアは2002年度から設けられたもので 紀行少年の犯罪防止や立ち直りに向け、少年らと年が近い大学生が警察官とともに、学習支援や街頭での歩道活動などに取り組みます。今年度は県内外の大学生26人に移植され、2年間の任期で活動が進められます。自分今塾講師してるのでこういう。 勉強に困っている子たちとかと一緒に教えて、勉強を進められたらいいかなと思っています年齢がね、まあ、少年たちと非常に近い、それから話題も、共通の話題も豊富だということで、えー、少年たちに寄り添いながら、きた気さくに関わってくれるというところで、立ち直り支援、飛行防止に非常にあの活躍してくれるということを期待してますなお、県警によりますと、 県内で去年1年間に県挙・歩動された少年は2,602人、前の年よりも300人近く増え、再犯率も全国平均を上回る36.9%に上っています。大津市の美和子ホテルでは今、地元生産者を応援する取り組みとして、ホテルのロビーを滋賀県産のバラで彩る装飾が施されています。 大輪の真っ赤なバラや、小ぶりで可愛らしいピンクのバラなど、色とりどりの美しいバラが出迎えてくれます。バラにはそれぞれ品種と特徴が記されていて、異なる種類のバラが飾られていますが、これらはすべて滋賀県産です。これはコロナ禍での消費低迷や、価格高騰で苦しむ地元の生産者らを応援したいと ホテルが去年から始めた取り組みの一環です実は本当に滋賀県というのは国の本当に国内外でバラの産地としても知られていましてその中でも国枝さんのバラは本当にファンが実は多いんです本当にこうようやくお客様の足も戻ってまいりましてこういう琵琶湖に素敵なバラがあるということを国内外のお客様に楽しんでいただけたらいいなというふうに思っております。 このバラを生産しているのが、守山市の企業国枝です。1967年から地元守山でバラを栽培し、現在は年間300万本ほどのバラを全国に出荷しています。代表を務める国枝正嗣さんは新型コロナの流行のため、とても厳しい状況にあったと振り返ります。えっとまず。コロナ。 っていうのが始まったときはもうすべてのイベント結婚式っていうのがすべてなくなってしまい花の需要っていうものが全くなくなってしまいました生産量が300万本近くはあったんですけども、えー、約200万本以上は廃棄という形にはなっていました。 コロナ中っていうのもありましたし、えー、それも一番大きかったんですけども、弊社としても、その自分らでは紹介できない人々に、ビアホテルさんを通じて、弊社のバラを紹介できるっていう機会は、めったにないので、すすごいありがたたかったですね。今、国枝さんは、多くの人に向けて、例えば玄関に一輪飾るだけで気持ちが優しくなる。 そんな花の良さを知ってほしいと話しています人気キャラクター、安野おっさんかいつぶりがゴミを拾いながらびわ湖を一周するアンギャが今年も今月30日にスタートしますがこの事業に JT 日本たばこ産業が女性を決めました今日は大津市にあるびわ湖放送本社で交付式が行われ JT 志賀支社の田礼氏秀博社長から美和子放送の西川忠夫社長と安野さん買いつぶりに200万円の助成金交付書が手渡されました安野さん美和子一周ゴミ拾いンギャは美和子放送と株式会社町おこしが共同で取り組む事業で人気キャラクター安野さんがゴミを拾い 県民と触れ合いながら琵琶湖を一周する事業です琵琶湖の非制定30周年を記念して2011年に始まり12年間続けられてきました JT では環境保全などにつながる事業を支援する SDGs 貢献プロジェクトを展開していて今回の安野おっさん案ギの女性決定は 琵琶湖の環境保全を持続的に行っているだけでなく、県民を巻き込みながら活動しているといった点が理由だということです一般の方も巻き込みながらやられているのは、すごいいい活動だなというふうに思っています、これはもう安野さんのたぶん、カリスマ性がな <laughs> しているものかなと思ってますけど今年も一生懸命頑張ってみんなと一緒にゴミ拾うでー 13週目となる今年のアンギャは、ゴミゼロの日5月30日にスタートし、10月31日のゴールを目指します。なお、今年は安野おっさんの頭、バーコードを触ることも解禁になるということです。